皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは、日本語って面白い、日本語って大変、日本語って謎と思うエピソードをお届けしています。日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方に、なるほどと思っていただけると嬉しいです。さて、皆さんはスマートフォンを持っていますか？スマートフォンという名前が長いので、スマホと略して呼ぶこともありますね。スマホを持っている方は、いつから持ち始めたか覚えていますか？今持っているスマホは何台目ですか？私ははっきり覚えてないんですけど、4台目か5台目なんですね。最初に買ったものに比べると、いろいろな機能が増えたり、カメラの性能が上がったりと随分変化していますよね。日本でのスマホの普及率について調べてみたんですが、2020年に39歳以下で一人暮らしをしている人だと、97% の人がスマホを利用しているんだそうです。このポッドキャストをスマホで聞いてるって方も多いと思うんですね。スマートフォンを持つ前の生活を覚えてますか？今、以前のようにスマホのない一日を過ごすことを想像してみてください。難しくないですか？朝はアラームをセットして目覚ましに使って、起きたらメッセージアプリをチェックして、交通機関が順調に動いているかを地図アプリで確認して、通勤通学中はゲームをしたり動画やニュースを見たりして、もちろんポッドキャストや音楽を聞く人もいますよね。朝からこんな調子ですから、スマホは生活に欠かせないものになってきている人が多いのではないでしょうか。最近はスマートフォンなどのデジタルデバイスに依存しすぎだと感じる人も多いそうです。それを解消するために、しばらくデジタルデトックスをして、現実世界でのコミュニケーションや自然とのつながりを感じようとしている人もいますね。もちろんディスプレイをずっと見ていると、目や首などにも負担がかかるので、体を休めるのにもいいですよね。でも、そうは言っても、なかなかデジタルデトックスに踏み切れない理由がたくさんありませんか？なぜなら、スマートフォンによって生活が便利になって、時間の節約ができるようになったからだと思います。例えば、皆さん最近紙の辞書をペラペラめくったり、図書館に行って調べ物をしましたか？安くていい電気製品を買うために、あちこちの電気屋さんに行きましたか？旅行に行くために地図がついたガイドブックを買いに行きましたか？もうスマホがあれば辞書アプリやオンライン辞書が使えるし、電気製品はオンラインで価格やレビューを見比べられるし、アプリでホテル、お店の位置や情報も大体わかります。私が一番スマートフォンで助かるなぁと思っているのが、地図アプリのGoogle マップです。もうとってもお世話になっているので、Google マップ様って呼びたいくらいなんです。実は私はひどい方向音痴なんです。だから Google マップ様を使えるようになる前は、地図を見ていてもよく道に迷ったり遅刻したりしていたんです。初めて行く場所で仕事の打ち合わせや面接があるときは、もう約束の1時間前ぐらいに待ち合わせ場所に着くように家を出て、とりあえず目的地を確認できたら、その近くの喫茶店で時間を潰したりしていました。ところで、この時間の潰し方もスマホの出現で変わってきましたよね。以前は本や雑誌を読んだり、手紙を書いたり、スケジュール帳に予定を書いたりして時間を潰してましたよね。でも、今は皆さん、スマホを握りしめていますよね。
生まれた頃からスマホが存在している世代の人が聞いたら、はあ？紙に手紙を書くの？って感じかもしれませんね。さて、スマホの Google マップのおかげで、私もそんな風に時間を潰すこともなくなったんですけど、以前はよく道に迷ったりして、どんなに気をつけて早めに行動していても、結局ギリギリの時間になることもありました。でも、今、アプリさえあれば、だいたいどのくらいの時間がかかるのか、渋滞や事故で交通機関が止まってないかとか、乗り換えの回数を少なくするにはどうしたらいいのかとか、それに万が一間違った道を選ぶとアプリが教えてくれますよね。だから今は何時間も前に家を出て喫茶店で時間を潰す時間もなくなったし、間違った道を延々と歩き続けたりしなくて済むようになりました。さて、私は方向音痴なんですけれど、皆さんはどうですか？音痴というと、いろいろなタイプの音痴がありますね。例えば、音痴とだけ言うと、正しい音の認識と発声ができないことや人。つまり、歌が下手ってことですね。あとは、何々音痴で、その感覚が鈍いことや鈍い人を指します。私のような方向感覚が鈍い人は方向音痴と言います。あと、運動音痴というと、運動するときの体の感覚が鈍いことや鈍い人です。私は走るのも遅いし、ボールを使ったスポーツが怖いので、スポーツがあまり得意ではないんです。だから、運動音痴でもあるかもしれません。運動音痴を略して、うんちということもあります。なんだかあまり言ったり言われたりしたくないですね。さて、いろいろなデバイスができて便利な世の中になりましたけど、皆さんはデジタルデトックスをしたことがありますか？したことがある方はどうだったかぜひ教えてください。そして、生活を変えた素晴らしいアプリがあれば、それもぜひ知りたいです。語学学習でアプリを使う方も結構多いのかなと思っています。私も実は広東語の学習アプリを使っているんですけど、隙間時間を使って勉強できるから気に入ってます。隙間時間というのは、予定と予定の間にできる短時間の暇のことです。例えば、移動時間とか待ち時間とかですね。このポッドキャストも皆さんの隙間時間を楽しくするものであったらいいなと思っています。面白かったよとか役に立ったよというメッセージを送っていただけたら嬉しいです。メッセージの送り先です。ツイッターはエリコアンダースコア塾、 ERIKO アンダースコア JUKU、インスタグラムはエリコ塾、ERIKOJUKU です。メッセージや質問をお待ちしています。また、YouTube ではこの内容を読みながら聞ける動画を配信しています。漢字を知りたかったり、ゆっくり内容を確認したい方は、ぜひご覧ください。YouTube でエリコ葛西を検索してみてください。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。